無線機どこかしら。気づかれてないよね。たく、出発する。気づかれないよう一旦通信を切ります。 LOA って歯ブラシから戦車までの？そう、その LOA、 もともと先端科学を中心に多角経営をやってるコングロマリットだったけど、世界経済崩壊後の業界再編成以降、自身で全て作ってるって話。何でもね、押収した兵器を分析した結果、 LOA が極秘開発したものとみてまず間違いない。結局ビジョンと技術と資金があれば敵なしってことなんだよな、いつの時代でもね。はあ、資金の何百分の一でもこっちにくれたらな。確かに LOA なら世界中に支店や子会社がある、放送網だって牛耳れるだろうから、今回の作戦も可能かもしれない。だけどなぜこんなことを？そりゃ君たちの任務だろう。水木、至急ハヤブサとアビスモ島へ向かってくれ。 LOA の秘密研究所があるらしい。もう一刻の猶予もない、急げ。了解しました。 LOA、 ちょっといいかい、石神には気をつけろ、何か隠してる。どういうこと？この作戦彼の独断専行みたいだ。どうやら政府の認可も取ってないらしい。本当なの？ああ、君とハヤブサの動きがアメリカに漏れて防衛省でも揉めてるらしい。このミッションどうも気なくさい。ありがとうクリフ、でも LOA を放っておけない。私は行くわ。ああ、でも十分気をつけてくれよ。ママ仕事でお出かけしてくる。今度はちゃんとクリフとお留守番してるのよ。カンナお願い兄さん。了解、今度はちゃんと捕まえて話さないよ、決してね。行きましょう、ハヤブサ。ああ、どうした？わかった、それから君のことも。約束だカンナ。さあハヤブサ。Oh!
までは応援されるエリは片付けた。水木、応答しろ。熱い熱い。ほっ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 ほ。忍者を確認。よし